こんんにちは吉田さんあのスティーブ・ジョブズがねこんなことを言ってたんですよ。この地上で過ごせる時間には限りりがありますスティーブ・ジョブズ50歳で亡くなったらしいですけどももう私の年齢で亡くなってるわけですよね。で、えー、世界中で自分の名前が知れ渡って世界中に自分の作ったデバイスが行き渡って自分の名前を知らない人がないぐらい名声を高めてお金を手にした人も 肝心ななな時間がなくっなっちゃったんですよねで私はそれに控えると名声も富も何もないですけども時間がまだあるんですよねだからねこの言葉に結局返ってくるんじゃないかなと思うんですけどもでですすよよよねねそんな暇な暇いよって感じですよ、ね、な何かをやるたんびに思うんですよそんなこの暇あるのかなとかね <laughs>、うん、なんかねもっとなんか見過ごしてることがあるんじゃないだろうかってそういうことを考えるのももったいないぐらい 本当なんかあっという間にこの年齢でマイケル・ジャクソンも死んでるんだなとかね思うとね今このたくさん時間があるからこそその1秒たりとも無駄にできないなとか時給1,000円とか2,000円とかで働いちゃダメだなっていう思いもありますし何をやるべきかってことは少なくとも自分の知らない人とか縁遠い人と関わることでもなくって問題が起きてる人 こっちから探しに行くことじゃなくて向こうから来てる問題は、うん、いくばくかのね費用を頂い,いて解決に導いていくっていうのをねやってもいいかもしれませんけどもなんかこうできなないいんだろうなとかね思っちゃいますねまあ,あのなんかこうい,いろんなねこう悔しい思いが最後の言葉になって残るっていうのがまあ遺言というかね 最後の言葉だったりするわけですけどもこのスティーブ・ジョブズの言葉はね本当まあの身を切るようにきますねこれはこの地上で過ごせる時間には限界があるとこの当たり前のことを本当に認識しているとこれやってちゃダメなんじゃないのみたいな <laughs> 思ったりするんですよねだからこうやって今ね動画撮れる時間があるのもああの無駄なことはやらなかった結果だなとか 思ったりしますね、うん、ちなみにねまたね商品売れてるんですよ今私の商品っていうのはそんなにたくさんないんですけどもしかもセールスもしてないですからねだからこの日々の活動があちゃんと物になってるなと思うと、うん、やっぱこう発信することをまあやめることはないかなと思いますしそのための時間を確保しないといけないと思いますしだからって言って一日中そればっかりになっても駄目だなと思うんでね少なくとも一日中は全然なってないんで。 昨日はね全然動画上がってきませんでしたねってね熟知熟成からのコメントあったんですけどもあのトータル動画アップロード時間要するに私の昨日アップロードした時間の総時間が8時間ちょっとになってるんですよすごいですね8時間以上私のアカウントから動画をアップロードしてるんですよでもなんかねあの例えばですようち、まあ、ではあんまりないですけどもお父さんがカメラの前から何時間経っても出てこないってことはないと思いますし なんか普通に外出してね昨日なんか米だでパン食ってたみたいなことがあったりとかね美味しかったと思っても <laughs> うんだからねどこでその暇作るのかってことね誰にもバレないように <laughs> 誰にもバレないように膨大な作業をしてこう涼しい顔して暇を演じるというね、うんまあ、暇だからねいろいろこうできるんだろうなと思いましたね 新米をね、あの自分の農家の方なんですけども、山口県から送ってくれて、それを受け取ることができたんですよ。まあ、それもね、時間があるからですよね。時間がない人って、なんか、あの、はい、運送業者が帰っちゃって、不在票が入っててね、で、また、不在票を確認して、連絡したり、取りに行ったり、取り、あの、何、置きに来てもらったりで、また時間食うんですよね。だから、時間がなければないほど、時間がもっとなくなるし、時間があれば、どんどん前倒しできるし、みたいな感じで、まあ、皮肉な現状かなと思います。 じゃあちょっとね、スタートしましょうか